どうも花でございます。今日はですね、ママと勝利くんと3人で呼ぶ子に来ております。イエイイエイ。呼ぶ子といえば、まあ、イカが有名ですけれども、後ろね、これ見えない呼ぶ子大橋でございますね。綺麗ですよ。ね、天気がもうちょっと良かったらね。そうそうそう、ちょっとね、うん、雨のね予報だったんですけども、ちょっと今雷雨だったけど、今ね一瞬やんだんでね、こう、うん、佐賀県の中でも本当、一番北ですね、うん。なんで今日呼ぶ子に来てるかと言いますと、実は明日ですね、毎年恒例なんですけど、勝利くんのお友達、そのご家族の皆さんと一緒にいちご狩りをね、毎年やってるんですけど、そのいちご狩りがこのお隣の玄海町というところに、そこでいつもいちご狩りをしてるんですけれども、せっかく玄海に来るということなんで、ちょっと前日から、前乗りして、呼ぶ子といえば本当に美味しい新鮮な生きづくりのイカ、ね、このイカをいただこうかなというふうに思っております。早速じゃあ行きましょうかね。はい、行きましょう。イエーイ。今日ですね、一番になる旅館こちらです。ここね、割烹旅館筑前屋さんです。いいじゃん。こういう感じですね。いやいいよね。この雰囲気、はい、ここね、あ、こんにちは。あ、こんなやつ。お世話になります。ナイスです。お人気のお宿で。失礼します。すいません。ここお部屋ですね。うん、すげえ。なんかこれ、あ、いいね。おいいじゃないですか。いいじゃん、見える、見える、これ座るの早いですね、正直。海が見える、いいね、いいね。あ、海が見えるんだ。いいね、海が一望できる。なんかこういう昭和な、ね、宿いいですね。いいよね、この昔ながら、昔から、うん、いいとこだな、やっぱりここは。さあ、じゃあ今日はですね、ここのお宿で呼ぶ子のイカをお届けしたいと思います。美味しいもんね。マジ、うわ、この中にいるんですか。います。うわ、見えますか。うわ、でっかい、いる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 。見えるかな。うわ、これ生けすがあるんですね。はい、じゃあちょっといいですか。うわ、嬉しい。これ何、何イカですか。これ剣先です。剣先イカ。うわー、おいしそう。これなんで色んなんですか。これ、これ警戒色が赤なんですよ。あ、じゃあ今警戒してんだ。これ呼ぶ子独特なんですけど、はい、塩水なんですよ。おー、じゃあこれ海から汲み上げたお水で。そうです、そうです。やっぱり一回は塩水じゃなきゃダメなんですか。そうです、そうです。うーわ、うーわ、おー、すごい、うわー、いやー、炭が出てきた。よし、炭です。うわー、やっぱり透明だ。うわ、そのまま置いちゃう、そこに。はあ、うわ、まだ生きてるから。うわ、うわ、すごい。うわ、ありがとうございます。おいしそう。え、こんな透明なの。そうだ、イカって透明なんだよ。すごいお料理だ、これは。すごい、生きてる、生きてる。しないかと思った。すごいですね、これは。いやー、すごいですよ。おいしそう。ということでございました。すごい豪華お料理、すごいね、しょうちゃんね。すごい、ウニもある。私が大好きなウニ。よかったね。うん、ウニ、うわ、このまま、うわ、どこある、どこにない。さあ、そして、いただきましょうかね。よろしくお願いします。
しい。じゃあ乾杯しましょうね。乾杯。はーい、ヒデです。はい、乾杯。よし。うん。うまっ。おいしい。さあ、じゃあ、勝利くん。おいしい顔食べちゃってくださいよ。この辺がおいしい。うん、うん。さあ、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 さあ。いいよ、それいけ。いいよ。いいよ、それで。さあ、どうでしょうか。うまっ。おいしい？うまい。おいしい？うん。いけるぜ。うん、いいね。あら、もう一匹。はい。あら、こんなに？もう一匹いましたよ。ありがとうございます。あー、おいしそう。うわー、これいいね。あ、めっちゃ生きてる。どうぞ、これもう一回こっち行こうか。こっちちょっと、ごめんね、イカちゃん。切るよ。はい。あ、吸盤が。うん。おいしい。あ、吸盤がくっつく。そのできてるから。うわ、これ透明、ほら透明ないんだよね。透明ってるんですよ、このね。透明な感じがたまんないんだよな。じゃあいただきます。よいしょ。かぁ、うわすごい。おいしいね。甘くてコリコリで、ゆぶこのイカは最高だよね。おいしい。うますぎる。やばいな。これ、さぞこんなの。はぁ、いただきます。うわ、おいしい。うまっ。これなんだ。これ、亀の足。無理だ、無理だ、食べれない。いや、そんな。うまっ。うん。これどうする？これめっちゃうまい、マジ。もう亀の足みたいなの。これ何？なんか。これめちゃくちゃうまい。私食べたことないからさ、ちょっと怖いんだけど。これめちゃくちゃうまいんだけど、これこうやって。どんな味？なんかね、ほんとね、カニみたい。うん、甘くて。うまっ。うまいじゃん。うまっ、これ。カメの足に見えるよ、ね、これ。なんなんだろう、ね、これね。あの、これ、これってな、これなんなんですか、これ。それは、あの、カメの手って呼んでますけど。違う、本当はカメの手じゃないですよね。もうびっくりだ。カメの手に似てるから、うんうん、いいかな。あの、磯の岩場に、あの、ついてる甲殻類に。あー、甲殻類。じゃあ貝みたいな、一応貝の一種というか。そうですね、フジツボとかああいう。あー、はい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 、はい、美味しいですね、これね。それは、はい、美味しいですね。ちょっと、まあ、珍味ですけど、ちょっと見た目がですね、あれなので。見た目がちょっとね、最初はちょっと勇気がいるかもしれないですけど。美味しかった、はい、この唐揚げもさ、頭から食べれるんですよ、これ。ほんと？いきますよ。マジで？うん、もう唐揚げてるから。マジで？いきますよ。あ、ムツゴロウ。違う、ムツゴロウじゃない。あ、うまっ、うまっ、うまっ、やばっ。あ、ほんとせんべいみたい。なにこれ。ね、うん、めちゃくちゃうまい。せんべい、ちょっと食べてもこれ。うん、おいしいよ。カルシウム、カルシウム。うん、ほんとせんべいだ。うん。ビールに合うわ、これ。うん、合うね。ね、合いそう。うん、わかんないけど。あ、やっぱこれ。あ、めちゃくちゃ合うよ。あ、うまい。全然濃くない。そう、めちゃめちゃ全然違う。あ、そうなんだ。うん、うん、おいしい。脂乗ってて、おいしい。おいしいですね、これ。煮汁を、あの、つけることなく、ずっと同じ、うん、あの、煮汁で、あ、継ぎ出し、継ぎ出しで、だからこんなに黒いんだ。そうですね、その煮汁の中に魚の旨味が入るので、なるほど。どん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 美味しくなるっていうことですね。そうですね、味の調整はしますけど、はい。じゃあ、うなぎのタレみたいな形で、そういう感じですね。でもなんか全然濃くないですね。そうですね、ちょうどいい、うん、よりかはですね、はい、味はそんなに濃くない、うん、はい。クジラ美味しい、本当。クジラ美味しい。うわ、クジラ美味しい。この酢味噌最高だよ。酢味噌って美味しいよね。うん、
私も酢味噌大好き。うわぁ、おいしい。うん、こんな。うまいよ。くらっ、はぁ、いただきます。こんな贅沢に。おいしい。ウニおいしいね。おいしい。うん、おいしい。おいしい。辛くなって。もう、うん、おいしい。自家製のイカシューマイ。冷めると硬くなっちゃうので温めて、ね、結構冷凍が多いですよね、イカシューマイでもね。はい、もお料理で出す分だけここで完全に。すごーい。してますので。やった。大きいね。大きい。あこ。うん。おいしい。うん、今まで食べたイカシューマイと違う、やっぱり。食べた方が俺は。おいしい。重っ。持つの大変だから重いわ。取ります。おいしい。あ、熱いよ。ほわほわ、うまい。おいしいね。おいしい、これ、うん、ちょっとダメだけど。うまっ。おいしいね。うん、いいね、しょうちゃん。美味しかった。うん、うん、お、来た。おー、すごい。やったー。さあ、さっきのイカを天ぷらにしてもらいました。すっげー。これがね、毎回ね、大好き。うん、よし。うまそう。うまそう。ゲソゲソ。ちょいのゲソだね。うん、うまっ。まだ生きてる。死んでる。さすがにもう死んでる。さっきまでね、生きてたけどね。生命ですよね、そしたら。ふり。へぇ、そうだな。それもゲソだよ。こっち中の方食べてみたら、しおり。中？中の面白い方。うん。そこの方食べてみたら。うわ、美味しい。これがまたね、楽しみでもあるよね。そうそうそう、この最後を天ぷらにしてもらうってね。そうだ ね。うん、美味しい。美味しいね。またこのコリコリしてるのが美味しいのよ。そうそう、これ、ね、塩でも美味しいね。塩をこうして、うん、塩でも美味しいよ。美味しい。コリコリ、美味しい。うん、美味しい。さあ、ということでございまして、もう佐賀最大の名物、呼子のイカでございましたね。本当にもう大満足でございました。ぜひ皆様、呼子遊びに来てね、このイカ作り食べてみてはいかがでしょうか。ということでございまして、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも何か僕にやってほしい企画などありましたら、ぜひぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。花輪でした。